それにまあサイドアンダーソン高橋ソフトバンクね、うん、でまあ千賀はちょっと怪我、ほんで楽天の森原、ほんでまあ巨人からヤクルトで田口、だからここから見たらだいぶ変わりましたもんね。変わった変わった、この2年で変わったよ。やっぱり2年変わると変わるよな。変わりますね。それと俺ルーキーで栗林しか入ってないでしょ、はい、佐藤を入れてほしいっていうのはさ、まあ栗林でもいいよ、で宮城入ったらなおさらいいんだけど、で野手では佐藤、これやっぱり将来的なジャパンをさ背負っていく柱だと思うんだよね、これからの。だからそういう育成も兼ねてやっぱ考えてほしかったなっていうのはあるけどね。それは正論かも分かりませんし、やっぱり中にいたらね、うん、このメンバーの中でそこまで考えるなかなか余裕も難しいんでしょうね。で湯田さんコーチの時に、ね、いや難しいよ、次のオリンピックのためになんか入れてそこまでは考えてできないでしょ。今ちょっと距離があるから考えて言えますけど、うん、このメンバーで次のことなんか考えてる、これ負けたらまたボロカス言われるわけでしょ。でもね、俺ら2人っていう制約があったからそういうことはあんまり考えられなかったよね。で長嶋さんがもう決めてたメンバーがいたから約束してた、あこれとこれはと、うん、でも入れんほうがええやろっていうのももう入ってきたから。誰ですか？いや、言えないそれ言わないとダメだな。そこは言わない。やっぱこうチームの輪を乱すような、うん、そんな雰囲気があるやつ、やっぱチームだからさ、それはやっぱり一番重視しなきゃいけないところ。いや、それは絶対そう。いくら成績良くても、うん、ちょっとその1対以下に欠ける選手っていうのは最後ちょっとこうする、やっぱりしたかったよね、うんうん、でも入ってきた入ってきた、これを見ときますね。でもその通りになったよなったまあ、あとキャッチャーね、相澤怪我したじゃないですか。相澤が辞退っていう方向に動いてるみたいな、ちょっと。ほんでやっぱここは梅ですか。やっぱ梅野じゃないの。もし梅野が辞退するようなことがあれば、中日の木下とか。で湯田さん大好きな小林。小林はないんじゃない。えらいここに来て。いやいや、なんじゃないのって。いや小林はだって使われてないじゃない。まあね。うん、でもまあジャパンにずっと入っててあれしてた。立場的に2番手という立場じゃないですか。うんでまあ、会を主に置いて、そうこのメンバーやったらね、代打なんか出すことないでしょ。いや、ないと思うよ。ないでしょ、うん、ポジションね、まあ、キャッチャー会でしょ、でファーストに浅村、 DH 誰します？吉田守らずに DH、 俺はほんでファーストは浅村で、セカンド菊池、ショート坂本、サードに村上で DH に吉田、山田じゃなくて吉田、うん、で外野に柳田、鈴木誠也、もう一人だから近藤かな。守らすんですか。守らすよ。誰か守らさんからそれ吉田をライで守らして山田を DH ということもあるじゃないですか。だから近藤が選ばれたのはさ、やっぱ出塁率の高さなんだよね。確かに今年ね、まあ、選球眼いいです、うん、いいですけど、今年やっぱ近藤ね、ちょっとね、今年良くないな、打ち方をね、変えてるでしょ。今まで好打者からちょっとね、体重後ろに残して、だから今シーズン、レフトにホームラン多いんです、確かに。うん、本来の近藤のシュアーさっていうのがちょっとないんですよ。ないよね。でやっぱ三振もしてるしな、うん、確かにバットコントロールも天下一品ですけど、うんうん、まだ僕中継が水曜日あったんですけどね、うん、阪神と日ハム戦で初回ワンアウト二塁で2回か佐藤の浅いライトフライね、ライトですよ、取ってサードの記者席っていうかカメラマン席にぶち込んだんですけど、あれびっくりしましたね。でも肩強いやん。強いとか弱いのもんじゃなくて見えるじゃないですか、前ほんでね、まあそれは高いボールもあるけど、あんだけそれってもうカバーにいったピッチャーもひっくり返ってましたよ、あれテイク2ベースやって1点入ってましたよ。あれ確かに肩強いんでしょうけど、ちょっと守るのはある意味不安な気がします。じゃあ吉田の方がいい。やっぱね、守りライトってすごい大事だよ。鈴木誠也でしょ。だから栗原でもいい。その吉田なんて守らさないわけですかだからライトセンターやらなきゃレフト吉田でいいんじゃないですか。いや吉田の守備もやっぱりこうなんていうの、ちょっと不安な部分があるからさ、守備範囲とか、うん、そういう意味ではね。でも宇田さんね、簡単にその DH っていうのはやっぱり慣れもあると思うんですよ。いやあるよ、まあ、だから DH は吉田が行った場合は近藤が守ると、うん、近藤レフトでしょ。レフト吉田が守った場合は DH に山田入れるってことでしょ、うん、もう誰と組みますか、1、2番は。だから坂本2番にするのかなとか思ったり、まあ、シーズン中もね、吉田とか柳田2番打ってますけど、宇多田さんは2番にああいうふうなバッターを入れるのは、どっちかというと反対ですか。やっぱパワーではかなわないよ、外国人に。そしたらね、はい、やっぱ WBC でも、やっぱスモールベースボールっつって、やっぱ日本らしい野球をした、まあ、日本らしい野球って、じゃあどういうことかというと、バントを駆使したりだとか1点を取りに行く野球で、まあ必ず接戦になると思うんだよね、俺は。そんなに大差開かないということですか、うん、はい、で大差悪っていうのはもうよっぽど弱いチームだし、はい、そんな誰が出たって勝てる、はい、そういうゲームもあるだろうけど、でもやっぱこう強豪って言われてるさ、まあ、例えばこう韓国とか、だからもう1点差勝負になると思うよ。そうなった時にじゃあ何が大切かっていうと、やっぱバントであり足であり、まあ、板尾さん、そのもちろんね、そのシーズンと戦い方も変わってくると思うんですけど、ああいうこういうふうな、まあ、一発勝負負けたらあかん試合というのは、初回から結構バントするタイプですか？ランナー、ノーアウトとか先頭バッターが出れば、初回からバント確実に送って、まず二塁に行かそうというふうな、まあ、走れるんだったら走らせたいよね。で走ってからバントとか。でも高校野球ってそうしない？いや、例えばちょっと待って、いきなり言えない、戻りました、ね、いやいや、もうだけど高校野球って一発勝負で負けたら終わりじゃない、はい、だからみんなどういう試合をやるかというとさ、序盤はそうでもなくても中盤からはバントをしていくよ。やっぱこれは接戦になるって、それは確かに説得力ありますね、うん、最初からバン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 打ち勝って負けるんだったら負けていいって、そういう大会じゃないじゃない。そうしたらね、まあ、菊池、坂本であったりっていうのをG1に置こうとしてる、俺はね。ほんで3、4、5に、まあ、吉田、柳田、鈴木誠也ぐらいを持ってくる、でも後に村上持ってくるようなやつ、うん、浅村、そうだね。でもさてみたら、ええ打線ですね。いや、いい打線だよ、いい打線だけど柔軟性があるかどうかだよね。いまいち納得いってないみたいですね。ちょっと納得いかないみたいなですね。いやいや、そうじゃなくて、はい、やっぱりこう勝ち切るって言ったらさ、チームに柔軟性が必要だから、だからね、4番バッターでもバントしなきゃいけない場面もあるよということでしょ。そうそう、だからアテネでも中村のりがバント決めてくれたりだとかさ、うまいでしょ。ほんで、いや、うまいうまい、打つやつはうまいんですよ。うまいうまい、だからそういうことでやっぱ勝ってきたけどね。だから誰しもバントがあるし、誰しも用意しとかなきゃいけないという大会だよ。だからそういうふうな準備をやっぱりその、もう一回オールスターが終わってね、みんな集まった時にそういうふうなこう、まあ、こともあるよというふうなことをみんなにちょっと言うで聞かさなきゃいけないってことですね。まあそりゃそうだね。だからこのプライドっていうよりも国のプライドと同士の戦いだから、だからこのプライドなんかも全く気にしてたらダメだよね、稲葉が。だから4番バッターでも回の先頭は1番バッターとして塁に出ることを考えなきゃいけないとか。とかね、そういうことでしょ、とか、もうチャンスになってバントのサイン出たらよしっていうような気持ちで決めてくれないと。だからやっぱりあれですね、そういう監督コーチって首脳陣もそこはもう鬼になって誰でもバントでも出さなきゃいけなくなるっていうことですよね。そうだね。だけど中畑さん、あれだけ優しい人間でプライドを重んじてくれてる人だけども、はい、やっぱその時は鬼になってたよね。特にね、その時は長嶋さんがね、あれなことがあったんで、何が何でも勝たなきゃいけないっていうふうな、負けられないっていうプレッシャーっていうのは相当なもんでしょ、やっぱり。いや、相当だ。宮本が空港から逃げたらどうなりますかねっていうぐらい、やっぱプレッシャーはかかってたし、まして今回ね、その東京2本であるというところもね、すごいそのやっぱ僕たちが思ってる以上にプレッシャーっていうのを感じてるでしょうね。これが野球の最後でしょ。そうですね、大会とすれば、はいはい、まあ、そうなったらもうまだ1回も金メダル取ってないわけでしょ、オリンピックで。だからロス以来ですよ、公開競技。あれは公開競技だったでしょ、ね、正式種目とすればさ、もう最後のチャンスだしさ、コロナ禍の中、はい、まあ、オリンピックがやったら、はい、やっぱこう元気にしたいよね。それはそうですね、皆さんを、はい、ああ野球やったとかさ、ソフトボールやったとかさ、まあ、そういうふうな形で勇気づけてもらいたいしさ、やっぱり何としてもそういうメダルは取ってほしいよね、うん、一番輝く。そんなにだから打ち合いにならないってことでしょ、うん、まあどういうチームが来るかわからないけどさ、まあでも今まあね、キューバがあって予選で簡単に負けたりね、そうそうそう。で今年聞いてるとアメリカっていうのは、うん、ある程度メジャーのね、中堅クラスのいいのがいるって言ってましたよ。で台北、チャイニーズ台北が辞退したでしょ。だから戦力としてはどういうものが来るのかさ、分からないんだよね。だから何とも言えないけどさ、はい、でも力を入れてくる国もあるだろうし。でもこれ野球ってのは本当に不思議で、10回やってね、8回7回8回勝てそうなチームでも、その1回というのがね、前回はこのチャンネルでも話してもらったオーストラリアに2回負けてしまうわけじゃないですか。2回も負けるかと思うけどね、多分10回やったら8回か2回負ける、2回やったというふうなことでしょ、まあ、絶対そうだと思う。でもそれはなんか流れがあったり、今言われたように風とか天候とか、あとデータだな。それは後悔されてましたね、うん、データがなかったっていうのが一番だったな、まあ、ある程度その、まあ、確かに、うん、まあまあそのでもコーチやっててさ、はい、ヘッドコーチの時にデータがなかったら何にも言えんやん。いやですね、これデータがあってもね、実際自分の 目で見るまでは不安じゃないですか。いや不安だよね。でもある程度のことは言えるじゃない、はいはい、こうやったら勝てる、はいはい、こうやったら負けるでっていうことは、はい、で相手のペースはこうなったらなる、こうなったらならない、うん、そういうミーティングができるじゃない、はい、それすらできなかった。何してたんですか。いやだから生きたデータを取るしかないから、まあ、試合見に行ってそれをまだデータにしてたわけですか。それとかもう打席に立ってのデータを集めてくれ、だから積極的にとかね、みんな積極的に行くとか、そんなのもう別問題として自分の目で確かめるしかないよっていうふうに言ってたから。けど、まあ、今の野球ってね、結構積極的に行くっていうか、みんな初期からブンブン振る野球になってきてるじゃないですか。ほんである程度もバンドもしないっていうふうな、そういうふうな今流れになってるじゃないですか。だからこのオリンピックは豊さんは全く違う野球しないとダメだよということですね。勝てる最善の方法を取らなきゃいけないということだよね。だからこれは打ち勝てるなと思ったら、まあもちろんね、打ちに行ってもいいし、向こうのピッチャーはちょっとありやなと思ったら5点勝負やなと思ったら5点取れる野球しなきゃいけないし、だからさ、あっちゃんでもさ、シミュレーションするじゃん、はい、まあ例えば阪神のヘッドコーチやってた、巨人阪神戦がある、はいね、相手が菅野、はい、でこっちがまあエースを立ててると、メッセンジャーだと、そしたら1点差勝負になるのはもう分かりきて2点、ね、2点勝負になるでしょ、はいはい、2点取った方が勝ちみたいな感じじゃない、はい、だから2点を取るためにはどうするかっていうことを考えるでしょ。そしたらバントっていうのは必要じゃない。苦しかったですね。苦しかったでしょ。ランナー出ないとバントできないからそうでしょ。いやだからそのシミュレーションをちゃんとできるかできないかっていうのも大きなことなんだよね。それって考えたらきりないじゃないですか。考えたでもうそうなってくればね、ワンアウトからでもセカンドにランナー送って、もしかしてっていうのも考えてやらなきゃいけなくなるじゃないですか。まあ、絶対そう。確率的に打つ確率が1割、うん、2割ぐらいになってくるわけじゃないですか、やっぱ初採血で、データがなくて、である程度やっぱピッチャーが力あるとなれやね、でそれも今度はセカンド行っても外野前に来るって、長打の確率が少なくなるけど、まあ、そういうようなことを考えながらも、お互いがね、どうやって1点取ろうかとか、逆にどうやって1点与えないでおこうかとか、だから初回からのまあ前進守備行かなきゃいけなくなったり。早い回からスクイズもありになってくるわけじゃないですか。だからこうやって選ばれた人間はメンバーとしてね、本当に信頼されてるメンバーだよ。ですよね。君たちだったらやってくれるっていう。だからその信頼に応えることがまず一つ大きな大切なことだよね。でやっぱこれね、もうあと1ヶ月だんだんこう1ヶ月切ってくるとみんな集まったりしてだんだんこう緊張感になってくるとやっぱりね、こう負けることの恐怖とか。いやー。それでも大きいでしょ、プレッシャーとかもうね、息苦しくなるよ。ですよねマジで。いや、分かりますよ。俺、息してんのかなと思う。もうなんか、試合始まるのが怖い、あ、1週間、あと5日、3日と迫り来るもんがあるわけでしょ。あるある。いや、それでも前日になるとさ、やっぱデータを、こんな紙のデータが来るわけじゃない、はい、それをちっちゃい紙にまとめて、必要なところだけ、もうほとんど睡眠なんかないよ。でも寝てないことすら覚えてないからね。そういうふうな時ありますね。あるでしょ。だからこの選手たちも本当に僕たちが思って以上にこれからプレッシャーがどんどんね、うん、感じるようになってくると思うし、余計首脳陣の方もね、選んだ限りは本当にもう一心同体でこれから1ヶ月、うん、1ヶ月半、ね、戦っていかなきゃいけないし、いやもう心中するつもりだよね。まあでもね、どんな結果になるので応援しましょうよ。いやもちろんそうだよ、ね、まあいろんなねメンバー左がいた方がいいんじゃないかとか、岡本、巨人の岡本なんで選ばれない言ってても、稲葉監督が信頼をして選んだメンバーだから、それはもう俺らも信じなきゃいけないしね、応援しようよ。でも結果ね、勝ったらもう称賛されるし、まあ、負けたらもうボロカス言われるのがね、これ仕方ないことやけどね、もう2人が待ってるぜみたいな。いやボロカスのこと言いますよそうだ